木のチューブですが、昨日取ってきた及川ですが、2匹ぐらいいなくなってます。多分飛び出しただろうと思うんですが、1匹は外にいたんですが、大きい方の及川がいなくてですね、多分飛び出して猫かなんかに食べられたんだろうと思います。ちょっと非常に残念ですが、1匹はいるのでちょっと餌をあげてみたいと思います。全然気づかないですね。ちょっと心配ですが、上の方に全然気づいてないみたいです。とりあえず網をもう少ししてみました。昨日ここの隙間に水草を浮かべてたんですが、少し水を減らしたんですね。そしたら水草が、移動してしまったようで、ここから出ちゃったような気がします。とりあえずレイアウトが決まるまでこちらで石を2つとブロックを置きまして、様子を見たいと思います。まあこれで飛び出しと猫の被害はないとは思うんですが、これはカワムツでしたかね、アブラハヤでしたかね。はい、残念でございました。餌も食べてんだか食べてないんだかよくわかんないですね。ちょっと餌付けが難しいかもしれないです。もう少し慣れたら食べてくれるといいんですが、ということで、その後のご報告でございました。どうもありがとうございました。及川がおりません。昨日網をしてですね、朝でこういう感じで、石もブロックしていたんですが、多分ですね、ここにある隙間から猫かなんかが取ったと思うんですからね。この隙間から取りますかね。いないんですよね。残念ですが、大きい及川がまたやられてしまいました。これはネットをどうやってしようかちょっと考えなくてはいけませんが、これでも取られるので、ここの隙間ですかね。ちょっとこの小さな魚たちは一旦大きいプラ船に移してですね、今日からベランダの工事が始まるので、こちらのお世話もできませんので、移してまた対策を練りたいと思います。ということで、及川がいなくなってしまいましたのご報告でした。どうもありがとうございました。